腹減ったんです。またさよなら。シェフ、キッチン、ああパスタ、12時9分、プラスホステルフローレンスを出ます。今日は中心部にある別の宿に移動予定です。中央市場の脇でございます。もう昼過ぎなので、ほとんど全てのお店が営業しています。武器のお店、クロスボウとか銃とか伝説の剣みたいなの売ってます。革の香りがほんのり漂ってて、いい道です。さっき市場で教えてもらったお店、トラットリアゴッツィという地元の人でにぎわう食堂に来てみたのですが、にぎわいすぎだわ。待ってる、残念、諦めましょう。昨日の夜通りましたね。この古本屋さん見覚えあります。店員さん違うかも。イノシシ、確か市場のイノシシの像が人気者だったはずです。そのぬいぐるみかな。あちらのウィンドというお店で現地のSIMカードを買おうと思います。ドゥオーモの前やってきました。すっごい人だわ笑っちゃうな。でもこれが本来の姿なのだと思います。大変なことになってる。あそこが入り口でずらーっと建物の向こうまで列続いてますね。馬車かっこいい。あちには、軍人さんパトロール中かな。こちらの TIM で SIM カードを買おうと思います。 SIM カード無事に購入できました。しかも20ギガなんていうえらいプランなんで、そのうちライブ配信もやっちゃおうと思います。より一層元気になってきた。警備の人か消防の人か、あのウルトラマンみたいなのがかっこいいです。何気なく街歩きしてますけど、ね、ここも列ができてるし、なんだろう、なんか博物館、こういう歴史的な建物がそこら中にありまくりで、本当贅沢な散歩だと思います。うお、昨日の夜のパニーノのお店こんな並んでる。あっちから始まってザーってすごいな、50人ぐらい並んでます。びっくりだわー。昨日来なかったけどすごいな、ここすごい芸術的な広場でござるよ。ここはシニョーリア広場で、あれは多分ベッキオ宮です。馬車もいます。いろいろ見学したいしお腹も減ってるけど、とりあえずは予約した宿に向かいます。パニーノとか売ってんのかな。ワインも飲んでて美味しそう。ここも市場的な場所です。で、あそこにいますね、人気者のイノシシで、みんなが鼻を撫でるからそこだけテカってるっていうやつ。あ、いますね、並んでる。おお、でかい犬。僕も空いてる頃来て後でやりましょう。皆さん順番に記念撮影しています。いいな、真顔で撮るスタイル。いいな。こちら行列ができてる。なんだろう。パニーノのお店かな。あ、美味しそう。パンとスープと、そんな感じ。あそこは図書館かな。ひっそりとした裏路地。とてもいい雰囲気です。宿どこら辺、ここら辺のはずですが、地図がちょっと違ってて迷いましたが、この建物の中に予約した宿あります。押して開けてもらうのかな。ああ、昔のお屋敷って感じです。チェックインは16時からということで、出直してきます。荷物だけ置かせてもらいました。とても感じのいい宿だったし、しかも今晩フリーパスタ、ただでパスタいただけるみたいで、とても楽しみです。ではでは、街歩きしてきます。とりあえずこっち行きます。で、ブログにも書いたんですけど、まるで仕込みかのように、バンジョルノ、
でもチップはあのチップの あの違うんです。これははいでしょう。え？え？セルフィー。あ、セルフィー、はい。セルフィーだって言うんですけど、はい。マフロンベネシア。え？マフロンベネシア。マレーシア。ベネシア。ベネシア。おお。マフロン？イギリス？ジャパン。ジャパン。あ、だって、あ、ちょっと待ってください。ですね、こういう方と撮影を撮ったら、撮影したら、あのチップを。How much ですか？テン？テンエウロ？テンテン？テンテンってどういう意味でしょうか？テンユーロ？バカ言っちゃいけないよ。でも、いいアクセントになってくれたんで、1ユーロ。テンユーロノーですよ。嫌です。なんか、ただの地味な散歩のつもりだったのに、いきなり、イベント発生で。時刻は、だいたい15時。約1時間、ライブ配信していました。ああ、たくさん喋って疲れたけど、たくさんの人にお越しいただいてとても楽しくて嬉しいです。ありがとうございます。これは地面に絵を描いてるのかな。すごくうまい。こちらでは今まさに絵を描いているところです。指も使うんですね。すごい。またルオームの付近まで戻ってきました。でこちら朝パンとカフェラテのカフェです。何言ってんのか分かんない。ちょっとね、ライブ配信がこう終わってまだテンション上がってるせいか、その代わり語彙が少なくなってる気がします。さっきライブ配信の時教わったんですけど、あれがあの踏み絵詐欺ってやつかもしれない。わざと踏まれそうな位置に絵を置いといて、踏んだら買いなさいよってやつ。あっちも可愛くて実用的な自転車。へえ、いいな、ソリみたい、かわいい。さっきいっぱいで入れなかったお店、トラットリアゴッツィ、もう一回来てみました。今度は軽装だしちょっと空いてるかな。入ります。残念です、10分前に終わっちゃったみたい。また明日来ます。なんかジャケットいらないです。ノーサンクス、ノーノジャパン、ノーグラツェ、ジャパン、ジャパン、こんにちは。でも行かないの、お腹減ったんです。またさよなら。あ、今日は営業してました。レオナルド、味よりも量や値段で勝負という話ですが、本当安い。スパゲティ 4.5 ユーロか。へえ。日本語のメニューもあります。やばい、終わってるかもしれない。ランチタイム、さよなら、ありがとう。残念、お昼ご飯食べられないわ。ポットポット、ここは営業中のようです。やっとお昼ご飯にありつけます。ガラガラだな、やってるよね。はい、入ります。お腹減ったよ。まずはお盆を取って、好きなものを取っていくんですね。いろいろあります。パスタのオムレツだそうです。あと何にしようかな。これはパスタのオムレツみたいなこと言ってました。あとエスプレッソです。初めて食べたけど美味しいです。そば飯みたいな感じ。エスプレッソもすごくこうコクがあって苦くて美味しいです。ごちそうさまでした。ほどほどの量だったので腹8分目ぐらいなんですけど、宿に戻ってゆっくり休もうと思います。今気づいた、連絡通路っぽい半分アーチになってるのがかっこいい。下はこんな建物です。こんなちっちゃなバスもあるんですね。へえ。あ、モナリザがあれだ。あの、ポグバのポーズですね。新市場を少し散策していきます。何してんだろう。ここも革製品とか服とかたくさん売ってます。敷地はそんなに広くないんですけど、お店が密集して。たくさんあります。
イノシシのところに出ました。すごい人気だわ。すごい並んで順番に記念撮影して、子供はさっきまたがってました。すごい楽しそう。大人も楽しそうです。時刻は16時、チェックインできる時間になったので宿に入ろうと思います。こんにちは。キッチンです。こんにちは。え、わかんないです。テレカメラ、テレカメラ、よ、シェフ、シェフ、おお。questa cucina、キッチン、OK、パスタ、パスタ、ディナー、パスタ、nome di pasta、minestrone、ミネストローネ、tutta verdura、agua、verdura、e pasta、パスタ、わかんない。今日の部屋です。これぞドミトリーっていう感じ、むしろ落ち着きます。好きです。おお、すごい。夕食です。じゃあ、ありがとう、ありがとう、イエス、ボーノ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 、ボナセ、ボナセア、ボナセア。